皆さんこんにちは。今日講師を務めます千葉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日のお話なんですけれども、食品表示を大研究、食品を買うとき食べるとき頼りになる食品表示と題しましてお話をさせていただきます。今日はですね、3つのパートに分けてお話ししますので、それぞれですね、まあ、切りのいいところですね、皆様止めていただいて、あるいは1つずつの単元でですね、切っていただいて見ていただければと思います。まずパート1ですね、食品表示を知るということで、食品表示全般について、このパート1ではお話をしていきたいと思います。特にですね、パート1ではですね、一括表示についてお話をしていきます。皆さんですね、食品を買われるとき、毎日ですね、いろんな加工食品、あるいは生鮮食品等を買われると思うんですけど、今日はですね、食品表示ということで、特に加工食品についてのお話になっていきます。皆さん、こういうふうなですね、食品を買われるときですね、パッケージのですね、お求めのですね、キャッチフレーズですね、例えば、おいしいとかですね、健康愛情たっぷりとか、お肌に潤いよとかっていうような、このパッケージのキャッチフレーズを見て買われると思うんですけども、まあ、決してそれが悪いというわけではなくてですね、美味しそうな食品を選ぶ重要なポイントだと思うんですけども、それ以外にもっとですね、たくさんの情報が書かれている、それがですね、今日お話しをさせていただく食品表示です。あまりパッケージの表面には書かれてないですね。裏側にですね、どちらかというと小さい字でたくさん書かれている、これが食品表示にあたるわけですけども、ここをですね、よく読むことがですね、食品の購入とかですね、あるいは食品を実際に食べるときに対してですね、重要な情報があるということをぜひ今日は知っていただきたいと思ってお話をさせていただきます。実際どんな表示が書かれているかというのがですね、これはもちろん一例なんですけども、先ほどあったですね、インスタントラーメンの例をちょっと出してみました。裏面にはですね、こういういろいろな情報が書かれているんですね。左の方がですね、一括表示、右の方を栄養成分表示といいまして、この2つの表示を必ずですね、加工食品についてはつけてくださいというルールができているんですね。で、この表示なんですけど、よく言われるんですけど、どうしてあんな小さい字で書いてあるんですかというふうに言われます。これですね、実は皆さんにですね、意地悪をしてというかですね、読んでほしくなくてですね、字を小さくしているわけではなくてですね、たくさんの情報を伝えるためにどうしても字が小さくなってしまっているというふうに理解していただければいいと思います。もちろん、法律上でですね、一定以上の文字の大きさで書くというふうなルールが決まっていますので、むやみやたらに小さくできるわけではないんですけれども、たくさんの情報を伝えたいのでですね、どうしても字が小さくなっているところはあります。まず一括表示ですね、こちらはですね、食品全般のことが書かれていまして、この栄養成分表示、こちらの右側の栄養成分表示についてはですね、健康の維持とか増強にですね、活用するためにこの表示が必要ということで、現在は書かれているということになっています。なので皆さんがですね、身体のですね、健康をということで考えると、こちらの栄養成分表示をしっかり見て買うということが必要になってきます。では一括表示は何で必要なんですかというと、これはですね、食品を安全にということですかね、あるいは美味しく、あるいは自分の好みに合ったものをというような情報が書かれているというふうに理解してもいいかもしれません。実際ですね、食品表示って何っていうお話になると思うんですけど、食品表示っていうのはこういう目的のためにということで書かれています。一つは食品を食べる際の安全性の確保ですね。簡単に言ってしまうと、食中毒を起こさないような食品をちゃんと食していくための必要な表示がされているということが一つですね。もう一つ、皆さんが食品を購入する際のですね、その選択する場合の大切な情報、いろいろな情報が含まれていますよという、この大きく分かると2つの表示が課されていると言ってもいいと思います。例えばということで書かれたのが、ここの下の
まあ、イラストというかですね、書いていますけれども、まず安全な食品が食べたいと左の方は言ってますけれども、その情報として、例えば賞味期限とか消費期限ですね、期限表示って我々は言ってますけど、そういったものですね。それから保存方法、どういうふうに保存したらちゃんと安全な状態で食べれるのかという保存方法ですよね。それから原材料として使われているものはどんなものなのか、あるいはアレルギー表示とかね、そういったことがあるかと思います。品質を知りたい、ね、どんな原材料を使っているのかな、あるいはどんなものがどれぐらい入っているのか、あるいはその作られた、生産された産地はどこかっていうような品質に関することも書かれています。それと栄養成分表示では、栄養の情報が知りたいからそこを見るっていう人も出てくると思いますね。こういういろいろな情報が食品表示にはまとめて書かれているということなんですね。なのでいろんな情報があるから、当然ですね、たくさんの情報を書かないといけないので、どうしても字が小さくなってしまっているというふうな理解をしていただけると非常にいいのかなというふうに思います。なのでですね、食品を購入する、あるいはですね、食品を食品として摂取するときにはですね、ぜひこのパッケージの表面だけじゃなくてですね、裏面もですね、しっかり読んで買う、あるいはしっかり読んでから食事をするなんていう習慣をつけるといいのかなというふうに思います。で、この食品表示、皆さんにぜひ読んでほしいんですよね。なぜかというと、食品を作っている方々、事業者さんから皆さんへのメッセージなんですね。こういう食品なんですよっていうメッセージですので、ぜひともですね、ここをしっかり読んでいただければと思います。まずですね、この一括表示にどんなことが書かれているのかというお話をさせていただきたいと思います。これが全てではないんですね。その食品によってですね、これらの項目以外のものも出てきます。名称、原材料名、内容量、これは賞味期限ですね。場合によっては消費期限と書いてあるものもありますね。それから保存方法、それから製造者というような形で書かれています。この製造者のところが販売者になっていたりとかですね、輸入者になっている場合もあるかと思います。輸入者となっている場合は、輸入食品ですので、輸入の原産国が書かれたりもしています。また逆にですね、必要のない項目についてはですね、省略することもできますので、これが全て書かれているというわけでもないことも覚えておられるといいと思います。でも簡単にですね、その各欄のですね、にどんなことが、あるいはどんな情報が載っているのかというのを簡単に右側にまとめておきました。まず名称欄ですね、ここを見ていただくと、それはどんな食品なのかというのが分かるんですね。例えば、先ほどのインスタントラーメンですと、名称が即席中華麺、即席ですね、すぐ作れるということで、インスタントということですけども、中華麺というふうに書かれています。で、次の原材料名、ここにはですね、本当にいろいろな情報が書かれています。原材料の方、その加工食品に使われた原材料および添加物をすべて記載するということになっています。それとか、あるいは一番ですね、使ったもの、重量順位の一番多い、原材料については、その原産地を書くということのルールもありますし、それからですね、アレルゲンの表示とかですね、遺伝子組み換え産物を使った旨の表示等々がここにされてきます。内容量、これはそうですね、その、1パッケージに入っている量ですよね、これが書かれています。で、ここのところもですね、実はいろいろな規定があって、例えば液体だったら 100ml あたりで、通常は書かれていますけれども、例えばアイスクリーム食べるとき固形だと思うんですけど、アイスクリームの場合はですね、溶けてしまうと液体になるので、ミリリットルでの表示になってたりします。逆に油なんかはですね、温度を下げると固形になりますので、こっちは液体のミリリットルではなくてグラムで表示するとかって、そういうルールも実はあったりしますけれども、ここに量を書くということになっています。その他、その下ですね、賞味期限、あるいはこれ消費期限って書いてある場合もあるかと思うんですが、これは期限表示って言いまして、いつまで食べないといけないのかっていうような表示がされています。それから保存方法ですね、これもいつまで食べれば良いのかが分かるという意味では同じなんですけれども、どういった保存方法だったらいつまで食べればいいんですかっていうのが、という条件が記載されています。
それから下のですね、製造者とか、ここはですね、その食品表示全般に関わる責任者が書かれています。その責任者がですね、そのもの自体を、その製品自体を作っているんだったら製造者になりますし、輸入しているんだったら輸入者になります。あるいは販売だけしているんだったら販売者というふうな形になって、作っている製造所も記載するというようなルールになっているところです。これからいくつかですね、特に知っておいてほしいというか、ここは注意して見てほしいなというところをいくつか、挙げたいなと思うんですけど、先ほど賞味期限と消費期限というふうな期限表示がありますよというお話をさせていただきましたけれども、皆さん賞味期限と消費期限の違いは分かりますかね。ちょっと質問をしてみたいと思うんですけれども、消費期限を過ぎたものを食べてもお腹を壊さない、これは正しいでしょうか、間違いでしょうか。その下に賞味期限ですね、賞味期限を過ぎたものを食べてもお腹を壊さない、これは正しいか間違いか。これなんとなく似たような言葉なんですけれども、これ意味は全く違います。これ正解を言うとですね、消費期限を過ぎたものを食べると多分お腹を壊す確率は高くなります。一方賞味期限はですね、少しぐらいですね期限が過ぎてもお腹は多分壊さないと思うんですね。でこの解説をちょっと次のスライドで、したいと思います。漢字ですのでこの意味を捉えればよくわかるんですけど、消費期限、消費をしなさい、ね、消費をするまでの期限ということですね。そこまでに絶対に食べないといけないという意味だと思いますね。消費期限というのはここに書いたように、腐敗変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる期限、簡単に言うとこれを過ぎると腐ってしまっているかもしれませんよということですよね。なので食べてはいけませんということになります。一方賞味期限ね、美味しく食べられる期限って意味ですよね。なのでそれを過ぎたからといってお腹を壊すわけではないということですね。賞味期限というのは期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限って書いてありますね。簡単に言うと美味しさがすべて満たされる、あるいは栄養成分表示の栄養素がすべてその量が入っている期限って書いてもいいと考えてもいいと思いますね。品質が保たれている期限で、これを過ぎたからといって腐敗とか変敗するわけではありませんので、お腹を壊すということはありません。ただね、栄養成分すべての量が取れるというふうなことはないのかもしれないということになるかと思います。で食品によってはこの賞味期限とか消費期限がついていないものもありますね。例えば冷凍食品みたいに冷凍しておけば、腐ったり、することはないというようなものに関して、あるいは調味料なんかで、普通に保存方法を守ってればですね、ずっと使えるようなものについては賞味期限とかの設定がないものもあります。で続きなんですけど、この賞味期限消費期限を満たすためにはこの保存方法というのがあります。保存方法が守られていて初めて賞味期限とか消費期限の、期限が、保証されるということになるんですね。でこの保存方法の方なんですが、ここの場合だと高温多湿直射日光を避け常温で保存って書いてありますね。なので賞味期限を満たすためにはこの保存方法を守らなければいけないということなんですけど、この保存方法は 未開封状態、袋を開けた状態ではなくて、袋を開けたらこれは全く意味をなさないんですね。袋を開けない状態で保存の方法が書かれています。で開封後については賞味期限や賞味期限を消費期限賞味期限ですねを保証するものではないんですね。袋を開けてしまえばそれは賞味期限とか消費期限が書かれてもそれを保証するわけではないということを一つ覚えておいてほしいんですね。で開封後の保存方法をパッケージによってはその商品によっては書かれていることがありますが、その保存方法、開封後の保存方法についてはこの保存方法の欄ではなくてですね、一括表示の枠外に書くというルールになってますので、
開封後どういうふうに保存していいかっていうことをちょっと知りたい方はですね、この保存方法のところではなくてですね、一括標準枠外に記載があるかどうかを確認してですね、その保存方法を守るということが大事になってくるかと思います。でここに最後に青字で書いたように、この保存方法を守って初めて消費期限とか賞味期限の保証がされるのであって、この保存方法を守らなければいくら賞味期限内あるいは消費期限内であっても、その何て言うんですかね、保証がされるものではないので、例えば、消費期限がですね、明日までになってたとしてですね、これが例えば冷蔵保存ですよって書いてあるのが、まあ、直射日光の当たる暖かいところにですね置いといたら当然のことながらですね溶けてしまって、あるいは温まってしまって腐っていくということは皆さんも想像できると思いますので、保存方法を守った時に初めて賞味期限とか消費期限が保たれるんだということをぜひ覚えておいていただければと思います。さて次です。原材料名のここの欄についてお話をしたいんですが、ここには本当にいろいろな情報が書かれています。まず、ここの原材料名のところに黄色い、マーカーでスラッシュのところがあると思うんですけど、このスラッシュの意味皆さん分かりますか？これ意味があるんですね。単純に単にメーカーさんが国家線を引いてということではなくて、実はこのスラッシュの前ですね、スラッシュの前までが原材料です。スラッシュの後が添加物ということになります。この原材料名のところはですね、その食品に使われた原材料および添加物を全て記載するということになっていまして、原材料と添加物おのおので重量順位の多いものから順番に記載しますよというルールになっています。この原材料と添加物を分けて記載するということが決まっていまして、多くの場合このスラッシュで分けて書いているものが多いと思います。その他にも原材料と添加物をですね、項目を分けて、ね、カラムを分けて記載するような例もあると思います。ここですね、皆さんが見た時にここまでが原材料、ここからが添加物というふうに分けて書くというルールになっています。で原材料名にはですね、先ほど言ったように全てのものを入れたものを全ての入れたものを書くんですけども、例外がありまして、水ですね、水は加えてあってもこれは記載しなくてもいいというルールになっています。次ですね、皆さん添加物についてですね誤解があるのでちょっとだけお話をしておくんですけど、何か添加物というとどうも悪者のようなね、イメージがあるのかもしれません。決してそんなことなくてですね、添加物がなければですね美味しい食品、全くできません、ね、それから添加物入れないとですねすぐ腐ってしまったりして、食品としてね成り立たないんですね。添加物というのは非常に重要なもので、この添加物の安全性っていうのは、ね、しっかり確かめられていますので、まあ、それをですね一生涯ですねその入っている食品を食べ続けたとしても何か体に影響があることはないということが確かめられているものだけ、添加物として使用できるルールになっています。さてその添加物の記載についてちょっとだけお話をしてきます。まあ、これ全て覚える必要は全然ないんですけれども、添加物というのは原則ですね物質名ですね、で書くということになっています。ただ一部例外があって、まず左側に出てくるように、ある添加物についてはその物質名プラスその添加物の目的、使用目的を記載するようになっています。例えば、一番上に甘味料、ね、甘味料括弧サッカリンナトリウムというように、甘味料とか着色料以下ね、これらのものについてはですね使用目的プラス物質名を書くということになっています。皆さんもですね、ぜひ今日ですね、どっかの加工食品、どれか加工食品家にもあると思いますので、ちょっと裏面を見てここの原材料のところを見ていただくと同じような記載がきっとあると思います。右側の方ちょっと見てください。こちらの方はですね、これらの使用目的の添加物については個々の物質名を記載しなくてもいいというようなルールになっています。
ですから、例えば、香料ね、2段目の左から2番に香料とか、あるいはその次に酸味料って書いてありますけども、この香料とか酸味料って書けばですね、香料何種類使ってもですね、香料という言葉だけ書けばですね、個々の物質名書かなくてもいいということになっています。酸味料なんかも同じですよね。そういうふうなルールもあります。実際、これを見てみますと、先ほどのインスタントラーメンの例ですけれども、まず添加物のところを見ますと、調味料、香料、酸味料、ここのところは物質名が書かれてませんよね。グリーンの字で書かれているところですけど、これは先ほどのように使用目的だけ書けばいい添加物になっています。赤字で出てきた酸化防止剤括弧ビタミン E はビタミン E だけではなくて、その使用目的も書かないといけないということで、こういう記載になっています。その他ブルーの字は普通の物質名で書かれているかと思います。でですね、例えばこのビタミン E なんですけど、酸化防止剤として使わない、単にあのビタミン E をですね使いたい、ね、例えばそれは栄養強化のためとかですね、いろんな目的があると思うんですけど、そういった場合で酸化防止剤以外に使うときに関しては、この、酸化防止剤という言葉を除いてビタミン E というふうに書かれているものもあります。なので酸化防止剤ビタミン E って書いてあるのは、まあ、酸化防止のためにビタミン E を使った、ビタミン E と書かれているものはですね、酸化防止以外の目的で使ったというふうに理解してもいいかと思います。で、添加物について先ほど言ったようにですね、食品を美味しく食べるためにも食中毒を起こさないためにも絶対必要なものなんですね。これね、添加物がない食品の方が美味しいとかっていう人がいますけど、決してそんなことはなくてですね、添加物を加えることによって美味しくなる食品もたくさんありますし、逆に言うと添加物をですね使わないとその食品ができないというものもたくさんあります。なので添加物ってのは非常に食品を作る上で重要なものです。で、またその添加物の安全性というのはしっかり確かめられてますので、これはあの全然あの心配なくですね食べていただいてよろしいかと思います。さて次ですね、原材料のところを見れば、実はあの安全性の情報も出てまして、それはアレルギーですよね。アレルギーのある方はここをしっかり見て、購入したり、食する必要があるんですけれども、上の例、先ほどのインスタントラーメンそのまま持ってきたんですけど、上の例、赤字で書いた一部に小麦、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉ですかね、ニワトリの肉、豚肉を含むということで、書かれていますけれども、このようにここの括弧書きの一部にうんぬんって書いてあるところを全部そこだけ見ればですね、全てのアレルゲン特定原材料が書かれていますよということなので、この括弧書きに一部にって書いてある表示の場合はここだけ見ていただければいいと思います。それともう一つですね、個別表記というのがあるんですけども、これは一つずつの、原材料ごとにですね、それに使われているアレルゲンを記載するということで、例えば、この例で言うと、麺の中に、麺は当然小麦粉でできていると思うので、小麦が書かれていて、さらに、例えばこの植物油脂の中で大豆が使われていたら、括弧大豆というふうに、この油脂の中に大豆が使われていますよということが書きます。それから、まあ、ニワトリというの肉というか、チキンエキスの中でニワトリ、あるいはポークエキスの中に、豚肉が含まれているということで、ここで分かるようになっています。それから、カツオエキスの中で、スープの中で一部乳成分を使っているということで、この乳成分って隠れているんですけど、ちゃんと分かるように記載されているということで、まあ、両方の記載があります。どちらもですね、十分のですね、アレルギーがあって食べられないものがあるようでしたら、ここをしっかり見るということが大事ですね。一部にって書いてあるとはそこだけ見ればいいですけど、そうでない場合は一つずつですね追いかける必要がありますので、ここのところもぜひ覚えておいてください。で、このアレルゲン表示なんですけれども、まあ、特定原材料、こちらの方はですね、まあ、症例数が多かったりとかですね、あるいはあのアレルギーを起こした場合、重篤な症状が出るような場合のものについて特定原材料、それから、まあ、それに準ずるものとして特定原材料に準ずるものというのが、法律で決められてまして、実際ですね、まず特定原材料が8品目、それから、それに準ずるものが20個あるわけです。で、この黄色いですね、カシューナッツ、最近あのまた
アレルギーを起こす方が多いということで、これが、近い将来ですね、特定原材料に上がると、特定原材料に上がると全て必ず記載しないといけないというルールになっています。で、準ずるものについてはですね、任意で、ぜひ書いてほしいというルールになっているので、場合によってはこの特定原材料に準ずるものはですね、アレルゲン表示としては出てないものもありますので、そこのところは、十分注意をしていただければと思います。で、先ほどですね、アレルギーが、カシューナッツのアレルギーが増えてるんでというお話しましたけど、実はナッツ類全体のですね、アレルギーを起こす方が増えているということがありまして、クルミもですね、数年前に特定原材料に、なりました。で、近々、カシューナッツもなるんではないかというふうに言われています。このようにナッツ類、の、アレルギーが増えてるんですね。昔はですね、アレルギーといえばですね、鶏卵、牛乳、小麦と、この 3つが多いって言われてたんですけど、今はですね、小麦よりナッツ類の方が多いというふうな結果が出ています。なのでぜひですね、注意をしていただければと思います。続いて、原材料のところまた続くんですけども、原料原産地の記載についてお話をします。ここの赤字で出ます小麦粉、国内製造って書いてありますけども、原材料の中でですね、一番多く使ったもの、重量順位1位のものについてのみなんですけれども、その原材料の原産地を書きなさいということがルールとして決まっています。で、これ皆さんのですね、食品を選択するための情報源ですよね。決してですね、国産だからいいとか、外国産はうんぬんとかということではなくてですね、日本で流通するものについてはですね、ルールが決まってますので、国産であろうが輸入品であろうがですね、同じルールのもとに輸入され、作られていますので、ここは問題ないんですけども、好き嫌いの問題ですね。で、のための情報ですね。それから、遺伝子組み換え、の農産物を使ってるか使ってないかというような表記も、この場合出てきますけれども、それもあくまで遺伝子組み換えをの農産物が危険とかですね、安全性がないとかということではなくて、全く普通の、農産物と同じです。ちゃんと安全性確かめられていますので、そこは安全性の問題ではなくて、原材料と同じようにですね、原材料の原産地と同じようにですね、これはあくまで皆さんのですね、選択のための情報というふうに考えていただければと思います。で、この小麦粉、国内製造のちょっと見方をちょっと勉強したいと思うんですけど、この小麦粉国内製造ですけれども、多分皆さんのはですね、こんな風なイメージではないでしょうか。国産の小麦を食材として国内で小麦粉に製粉したというようなイメージじゃないかなと思うんですけど、そういったものも当然あるんですけども、実はですね、このような場合もあります。例えばですね、インドで栽培された小麦を国内で、製粉したものとかですね、あるいはインドで栽培されて小麦をですね、された小麦を中国で製粉して、さらにアメリカで、生産され製粉したものを各々輸入して国内でブレンディングしたようなもの、これもですね、両方ともですね、国内製造って書けます。なぜかというと、小麦粉はですね、加工食品なので、製造国を書く、加工品の場合はですね、原産地として製造国、製造地を書くということになってますので、これで間違いないんですね。国内製造で間違いないんですけど、こういったことで、必ずしもその生産された小麦粉の小麦のですね、産地であるとは限らないということも覚えておくといいのかなというふうに思います。じゃあ小麦が国産あるいはっていう時はどう書くかっていうのは、ここの赤字で出たところで書いたところなんですけど、小麦粉括弧小麦国産とかね、括弧小麦北海道産と書いてれば、それは国産であり北海道産であるということになるかと思います。これが今回のまとめですけども、食品表示にはですね、美味しく安全に食べるための情報と食品選択のための情報があるんだよってことを覚えておいてください。それから食品表示は大きく分けて一括表示と栄養成分表示、その他にですね、いろいろな情報源もありますけれども、大きくはこの2つですね。それから食品選択にはですね、食品のですね、選択買うときにですね、ぜひキャッチフレーズだけじゃなくて、お求めだけじゃなくてですね、裏もしっかり見て、
ぜひですね、食品表示を活用してですね、美味しい食品、さらには、安全性を確保した食品を食べていただければと思います。以上、パート1はこれで終わりますけれども、パート2ではですね、栄養成分表示の見方について解説していきますので、ぜひ、この次も聴講していただければと思います。以上でパート1を終了いたします。